はい、最近ね、やっとこの地方にもね、地方っていうか遠いところなんですけども、遠いところじゃないんだけど、まあ、千葉の方にね、あって、やっと千葉の方にもこれが出回ってきました。で、これはダイソーのマスキングテープと呼ばれているものですね。これ一時期人気があったらしくて、どこ行ってもほとんどなかった、どこの店舗回ってもなかったんですが、最近になっていつの間にか出始めるようになりましたね。で、これはマスキングテープなんですけども、貼って遊ぼうというね。まあ、アイデアのある人ってのはね、才能豊かですね。才能のある人ってのはこういうことをやるんですよ。要するに、ただ単にみんながシールで使って遊べばそれでいいじゃん。シールを使えばいいじゃんってみんなそう思うんですよ。ところが、才能のある人は違うんですね。このシールを貼った上に、その上にそのシールという面積を使って何かできないかということだったら、こういうふうにマスキングテープとして遊ぶことができると、こういうことなんですね。だからただ単になんか壊れた部分をマスキングテープかなんかを使って修正しました。まあ、これが本来の一般ですよ。ですが才能のある人は違うわけだ。このマスキングテープというところにアイデアを考えたわけだ。ですから壊れたところを修理した、修理するだけじゃなくてマスキングテープを使って遊んじゃおうと、そういう試みが見受けられました。まあ、そういうところがいいねというところで、ね、でとうとう借金から出ました。これ結構いくつか種類があるんですが、まあ、なかなかこれは石畳といってね、石畳のところをこう使います。でこれ1種類だけじゃなくて、1つのだけにペタッと使うんじゃなくて、これ2種類に当たって横にこう広げる感じで使えば、石畳の道路がこう広がっていってですね、またそれもそれがおしゃれな感じになるのではないかというふうに思うわけです。で、これはこれとしてなかなかのいいね、アイデア商品だって。これでしかも100円という手軽さで買えるので、まあいいなというふうに思います。どうもありがとうございました。